はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。テラナイトリュネブです。さあ本日なんですが、ストラクチャーがね発売になりまして、本日ね急にねまた、何の告知もない、寝起きドッキリストラクが発売されまして、テラナイトアドベント EX っていう、毎回言ってんだけどさ、なんか告知くらいしたら、コナミさんもうちょっと告知とかして盛り上げたら、もう急にぶん投げられるだけだからさ、もうなんかその手抜き運営やめてくれる。とりあえずテラナイトアドベント EX っていうこのストラクチャーが発売されたんで、このストラクチャー今日はね使って、デュエルをしていこうかなと思うんですけども、ねマジぶっ壊れモンスター登場したんですよ。テラナイトが一番強い、まあ、プトレマイオスっていうあの禁止カードは抜いて、今現状生きてるテラナイトの中でめっちゃ一番強いモンスターご紹介しましょう。ステラナイトトライベールさんです。はい、最強です。このモンスターはマジで強い。書いていること読んでほしいんだけど、まずレベル4テラナイトモンスター ×3 で作れます。ちょっと重いですね。ちょっと重いですけど、テラナイトそもそもレベル4モンスターいっぱい並びますし、あとバトライムスから上に重ねてエクシズ召喚できるんで、まあ要求値は結構ね低いかなっていう感じなんですよね。だから結構出ると。でこのカードをエクシズ召喚するターンは自分はテラナイトモンスターしか特殊召喚できないよっていう制約は一応あります。1番目、このカードがエクシズ召喚に成功した場合に発動する。はい、強制です。このカード以外のフィールドのカードをすべて持ち主の手札に戻す。強っ。全部戻すんですよ。対象に取らない全バウンスです。はい、これを回避できるカードあんまないですね。まあ、例えば昔猛威を振るっていた呼吸トスみたいなモンスターも全部戻せますし、なかなかねこのカードをね回避できるモンスターはあんまいない。まあ無効化できるカードぐらいか、なんかそのカードの効果を。はい、で一旦に一度このカードのエクシズ作用を1つ除いて、相手の手札をランダムに1枚選んで墓地を送ると。だからまあデザインとしては全部バウンスした後に、1番目の方から全部バウンスした後に2番目の方から反撃するっていうのがデザインですね。で3番目、エクシズ作用を持ったらこのカードが墓地を送られた場合、自分の墓地のテラナイトモンスターを対象にそのモンスターを特殊召喚すると。デルタテロス君はデッキ化手札から特殊召喚だったんですけども、こっちのトライベール君は、墓地から特殊召喚するよっていう、まあそういう感じですね。でどうやって動かしていくかっていうのはもうほんとテラナイトの動きなんで、変わんないです。正直変わんない。バトライムスを出して、まあ、上に重ねてエクシズ召喚するか、まあ、もしくはシンプルに横にめっちゃ並べて、まあ行ったらパッて出すか、まあ、どっちかですね。でこのモンスターのすごい強いところは、自分のカードもバウンスできるんですよ。このカードエクシズ召喚成功した場合、このカード以外のフィールドのカード全部バウンスする。つまり自分のカードも戻すことができるってことはですよ、デモンズチェーンとか使い回せるんですよね。これすごい強いんですよ。これが強くて、だからもう今回はデモンズチェーンガン詰めです。はい、トライベール君でデモンズチェーン戻してもう一回デモンズチェーン使うっていうやばい動きしたいんで、はい。でエクストラデッキなんですけど、ちょっとねなんかねここは迷ってます。正直なんかまあトライベールは絶対2枚いるわ。トライベールは2枚絶対いる。2枚以上 いるし、バトライムスもまあ2枚から出せるんで、まあこれ2枚ぐらいはあった方がいいですね。でデルタテロスも1枚あった方がいいと思うんだけど、まあ、ちょっとデルタテロスとウロボロスとこのダークリベリオンとかはなんかこの辺はなんかちょっともうちょっと調整した方がいいと思う。なんかこの辺はなんかその自分で対戦しながらちょっと調整していただければいいかなと思うんだけど、ダークリベリオンはマジでかっこいいから入ってるだけマジでかっこいいから、この理由、採用理由かっこいいからです。でウロボロス君はまあ3体並ぶし、まあこの効果は全部強いんで入ってる感じですね。はい、まあ、この辺はちょっとわからん。とりあえずトライベールにバトライムスにデルタテロス1までは確定だと思うわ。でまあメインデッキはまあ1枚で強いトラップいっぱい入れときゃいいんだけどさ、まあ、底なしとか、まあ、月の書とかデモンチェーンは当たり前に入れといて、でまあこれですよね、神聖なる因子めっちゃ強いこのカードが入ってる。で一応このマスクチェンジっぽい甘かけるテラナイト、サテラナイトか甘かけるサテラナイトは一応1枚入ってるんだけど、ウヌクとかがこれね、こいつとか一応初動にはなるし、こいつとセットで引くとね、まあ割と悪くないかなとは思うんだけど、ちょっとさすがにトライベールが来ちゃった以上、まあ初手でいきなりトライベール出せた方が強いなと思ってるから、だからちょっとベガーの方を2枚にしてるみたいな感じですね。本当はここベガー1枚がこうウヌクがこうなってたんだけど、もともとはね、なんだけどちょっと今回はトライベール君を出したいから、だからちょっとウヌクにはちょっと1回ちょっと休んでもらって、でこいつを2枚入れてるみたいな、そんな感じの構築になっております。はい、でスキルマジでちょ何でもいいと思うこれまあ何でもいいって言い方あれだけど、終わらないわらじ国でもともと使ってたんだけどさ、正直もう終わらないわらじ国死んじゃってて、
で、まあ、採用できるスキル強そうなスキルね、まあ、ディスティニードローとかあと、まあ、マインドスキャンとか未来予知とかいろいろあると思うんですよ。絆の力とか、まあ、汎用スキルだったら何でもいい。正直このデッキスキルそんなに関係ないから、まあ、突き詰めればなんか関係あるのかもしれないけど、まあ、俺はちょっとプレイングラインでマインドスキャンで相手の伏せ見てね、でその不正によって何出すかを変えていこうかなみたいな感じの、まあ、構築にしてんだけど、これマジでマインドスキャンほとんどなんか意味ない時もあるか ら, だからこのスキルはまあお好みで、なんかスキルホールとかに使うんじゃないこのデッキ。はい、というわけで早速ねトライベールのパワーを見せていきましょう。デュエルスタンバイ、さあ行きまーす。テラナイトのパワーをお見せしましょう。覚悟はいいですか。お相手の方虫眼鏡さんですね、よろしくお願いします。デュエル3倍東海オンエアの虫眼鏡さんですね、よろしくお願いします。 LP 増強アルファだと分かりません。 LP 増強アルファでもいいです。ちなみにこのデッキ正直スキル何でもいいと思う。なんかもう強いスキルもうないからほとんど規制されて、弱っお前それ。スキル LP 増強アルファに頼りすぎだろ。まあ、ちなみにあれですけど僕も残念ながらワンキル取れるデッキじゃないのでワンキル取れるデッキじゃないんですよ。これマジ 1500B とするしかないですよね、こうなってくると。これウヌ君なんか抜いてもいい気がするな。どっちにしてもさ、デレブ引けばさ、なんか何でもいいからさ、これウヌ君抜いちゃってもいいと思うね。トライベール出せるようにちょっとこれウヌ君抜くわ。はい、何これデッキ分からん。とりあえず手札5枚だったら何ができる、いろんなことができるぞ。さあ虫眼鏡来い、虫眼鏡。あ、トラミッド、なるほどトラミッドか、トラミッドね。トラミッドってハンターの召喚成功時の効果に、あ、マスターの方か、オッケー、マスターはいいや。ハンターの方召喚の効果デモンズチェーンしても出てくるよね多分マスターで。バトルフェイズだったら普通にデモンズチェーンだ。はい、ちょっと黙って君、一回黙ってくれ。これで相手のモンスター縛りつけていく。そしてこの縛りつけたデモンチェーンを自分で戻すっていうヤバすぎるムーブお見せしましょう。私のターンドロー。出が来た、なるほど出が来たんだったらちょっとバトライムス一回ちょっと節約して、でベガ君の効果で横に展開していきましょう。でベガ君の効果で横に展開して、でベガ効果でレベル4を3体並べるとちょっとバトライムスを節約できるっていう最強ムーブね。でもちろん出すのはデネブ、デネブの効果発動。これあんまりでもあれなんだよな、サーチをやりすぎるとデッキから出すモンスターいなくなるっていうのはあるんですよね。はい、まあ、一応シリウス君がいるんで、まあ、墓地で行ってしまえば、まあ、戻せるっていうのはあるんだけど。でレベル4のモンスターが3体来るぞユーマ。あのモンスターは破壊するともしかしたらトラミッドスフィンクスっていうバケモンみたいなやつが出てくるかもしれないんで、戻してあげればいいという、そういう話。破壊しなければいい。いきまーす、ステラナイトトライベールをエクシーズ召喚です。このモンスターはエクシーズ召喚に成功した場合ぶち壊れ効果を発動できます。あなたのモンスターと私のヒルドのカードを全てバウンスします。デモンズチェーンもう一回使います。強すぎて草これ強すぎない、この最強ムーブ見て。デモンズチェーン使い回しとかも犯罪だろ、これ逮捕されるわ。これ多分ね、リンクス犯罪法違反しますね、このムーブは。はい、軽く違反してる。さあトライベール君はちなみに破壊されると墓地のテラナイトモンスターを特殊召喚できるっていう最強の効果を持っているよ。これでデネブでまたなんかやばいモンスターを蘇生できるからね。あ、ブルーザーいいでしょう。言うてあいつ伏せねえのかな。まあ多分なんか昔はね、なんかそのバランス使えたんで強かったんですけど、今バランス死んでるんでね、微妙バランス。今でもトラミッドはあれか、フィールド魔法のスキルが多いのかな。多分 LP 増強じゃなくて多分カリバーとか、カリバーも今死んでるからあれか。なんかなんだ今春スキル、フィールド魔法をトラミッドキングゴルもいいわ。はい、でクルーザーもいいわ。500回復サーチね。はい、まあハンター引けないトラミッドに負けるわけいかないね。うん、まあハンター引いてたとしてもデモンズチェーン2枚発動して2枚で止めて、で2枚また戻せばいいから、まあどっちにしても勝ってると思うんだけど、デモンズチェーン2枚発動して2枚戻すっていうなんか地獄みたいなこと起こせるのやばいな。このデッキやばいだろ。モンスター効果2回取るのももう1回使うんだぜ。バトルフェイズ、はいどうぞ。デモンチェーンで、ちょっと止めて、
乗って。あのトライベール君の弱点は見ていただいたら分かる通り、あの打点が低いっていうことですね。攻撃力が2100しかないっていう。はい、まあ、そんなことは関係ない。もう一回戻して差し上げれば何の問題もなかろうなのだ。トライベールの効果を発動。デネブを素材として切って、お前の反動を1枚捨てろ。あ、向こうだっつってんだろ。余計な効果使うんじゃねえ。余計な効果を使うな。デモンズチェーンのテキスト読め。はい、オッケー。で、アルタイル召喚、アルタイル効果で、デネブ、ちょっと待って、もうデッキ内のお手ないとなくなるんだけど。これもう、これ最後じゃない、もうこれデッキ内の照らないと最後なんだけど、まあいいや。で、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、スフィンクスは無限にケアしていくぜ。ブワトライムス、ブワトライムスの効果発動。このモンスターのエクシーズ素材を1つ取り除くことにより、手札を1枚捨て、このモンスターの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。インチキエクシーズ召喚、現れよ、ステラナイト、トライベール。ちなみにトライベールでトライベール戻すことによって、もう一回トライベールが使えるっていう激ヤバコンボも発動するぜ。いけトライベール、うん、トライベールの効果を発動、すべてのカードを手札に戻す。そしてヤバすぎるカードを2枚セット。はい、お疲れ様でーす。これがステラナイトですよ皆さん。強いでしょ、スラッカーをね。さあ、お相手の方、珍しいキャラクター使ってんな。こいつは何だっけ、前借りの前借りビッチラフト。あの 20枚だデッキ、わからねえ、なやこいつのデッキ。ちょっと読めないキャラクター使うんじゃねえ。まあそういう時のためにマインド使うんだけどね。フルモスの爪、やばいこと起きそう。あ、え、あーあーあー、ブルーアイズか、普通の。シンプルにブルーアイズかい。でヘルモスの爪の、で墓地を送られた太古の白石の効果を発動して、青眼が出てくる。やべえなこれね。このデッキの弱点、先行で大型モンスターめっちゃ並べられた場合、ちょ、トライベールが出せないと、出せないんだよね、出せないんだよ、トライベール出せないわけですよ。トライベールが出せたらこの盤面一撃で崩壊するんですけど、ちょっとね、ちょっとやばいですね。これちょっとやばいやつですね、これね。これしかもなんか神聖なる因子しかないんで、これちょっとやばいやつですね。殴んない方がいいですねこれね。あれ太鼓だったらめんどくさいんで、これ殴んない方がいいですね。これやばいかな、これ死にます。それはいいや、それはちょ、シンクロした後に神聖なる因子かますはいいかな。あ、青き目の剣士、やばいね、やばいね。これ何もしなかったら、これ何もせずにぶん殴ってくるっていう説あるもんね。ああ、まあ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 、そうなるよね。どれよ、それか。いや、撃ったら死ぬから、これ撃ったら死ぬから、これ底なしで埋めるしかないんじゃない。2400と3000、5400でしょ。ギリギリ耐えるね、ギリ耐える。これ底なし撃って、これスルーだね。これこうしないと死ぬね、これ。うん、これ撃ったら死ぬかな、これ撃ったら死ぬ。はい、これでどう、これで殴ってくるしかないんじゃない。7と8だから、そんなやばいこと起きないでしょ。オッケー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 、耐えるよねこれ。いくわよ、よしよしよし、危ない。残りライフいくつ、200、残りライフ200。お前なめんな、マジで。お前トライベールさ、なめんなよ。ドロー、ベガ様来た、ベガ様来たんだったら、ベガ様からのアルタイル様からの、シリウス特殊からの3体トラベルね。行こう、ベガの効果。ちょっとですね、バトライムスは一回なんだっけ、もったいないんで使わないようにして、でシリウスの効果で特殊で、レベル4のモンスターが3体来るぞ、来るぞ。俺はシリウスとベガとアルタイの3体を使ってオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、いきます。全てのモンスターを手札に戻します。さてらない、捨てらないとトライベールです。トライベールのエクシー召喚成功時効果発動。よし、ハンデスもしよう。お前の手札を1枚墓地に送ります。ベアリーか、はい、よし、よし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 、これで俺のライフは残り200。さあ削ってみろ、俺のライフを削ってみろ。
さあ、シロです。ここまでは読んでいました。読んでなかったですよね。全然読んでなかったですけどね。ドローセンス魔法な、そこまでは読んでいませんでした。殴んない正解から、もしかして。いや、もう殴るだろ。魔法はな、これ何、これ芝刈り触りないしな。ヘレモスの爪、え、それ俺に装備されるよ、大丈夫。あの、え、これブラックソード、あ、それ俺に装備されちゃうよ、大丈夫。それ俺に装備されちゃうよ。君テキスト読んだことある？そのモンスターね、フィールドにモンスターがいると俺に装備されるんだよ。これはサレンダーですね。かわいそう。5100のトライベル爆誕したんだけど。え、マジ？なに？レビオニア？でも闇属性巻き込んでねえな。まあでもこれ止めちゃえば勝ちか。光3体だけど、まあ、これ止めちゃえば勝ちだ。相手ハンドネージャー。神聖なる因子の効果発動です。あなたのレビオニアの効果を無効にします。バゴーン。トライベールの効果発動です。トライベールの効果によって墓地のアルタイルを特殊召喚です。アルタイルの特殊召喚成功時効果発動。墓地のテラナイトモンスターを1体特殊召喚です。これは何でもいいや、ベガにしよっか。はい、さあどうします。もうあなたやることないですね。これ攻撃表示に変えて勝ちですね。はい、了解です。ここであなたはサレンダーします。私は U の未来が読めます。ここであなたはサレンダーです。ここまでは読んでいました。楽しいデュエルでした。私の力をお見せします。海の伝説、クリストロンですかね。この勝負受けて立ちましょう。カジキボーイ、俺のターン。おヘンデラムコール、ほ、ヘンデラムコール、あー、なんかそのクソデッキの匂いするね。クソデッキの匂いがちょっとしてきたね。これね、手札から流脈と流血をセッティングする。あー、これクソデッキの匂いするんだ。やばいね。うわーうわー、アルタイル、アルタイル、いやー、まあ、かけるテラライト、いや意味ない、意味ないんだったらセットするしかない。セットする意味ない。やばい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 、耐えろ耐えろ。いやでも言うてあるぞ、まだ言うて、アルタイル引いたらワンチャンある、返せる全然。よし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 、まだわかんない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 、諦めるな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 諦めた、そこで試合終了。いや、つきましょう。いやでもまあ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 、悪くない、言うて遅延はできる。まだまだ俺に未来を 残されている。そして月の書としたら、あいつ守備力1600しかねえ、いける。あ、終わった終わった、波紋かもしんないぞ、波紋かもしんないぞ、波紋かもしんないぞ。うわー、ちょ、クソクソデッキやめろマジで、天才クソデッキマジ使うのやめろ。